四毒抜きでもなんと消してくれる、うちのご飯。はい、えー、今夜も始まりました。えっ、ー、と、創作料理。四毒抜き、えー、チューリップリンセス流創作料理。またまた超美味しいレシピ、生み出しましたー。わぁ。 本当に嬉しくって美味しくって幸せすぎて。<laughs> 本当に、あの、最近四徳抜きの自分が作ったお料理食べてる時が一番あの美味しくて幸せかもしれません。今日は大ヒットだったのでえ、この画面の茶色っぽさは無視しまして、あの、このテンションでお届けいたし、お届けしたいと思います。じゃーん。こちらね、何かわかる人いるかな これなんですけど、<laughs> かじきまぐろ、カジキめかじきか、めかじきの、あのー、さつまいもと、えー、白菜と玉ねぎの照り焼き風煮物、作ってみました。これも完全に自分の思いつきなんですけれども、なんかね、あのー、さつまいもがあって、で、さつまいもはね、 あの、四毒抜きの方はよくご存知だと思うんですけど、芋栗かぼちゃも甘いですよね。なのでね、基本的にはそんなに推奨されてない。あの、四毒抜きはあんまりね、あの、さつまいもしてないんですね。え、そこまでってね。<laughs> <laughs> すっごいの四読抜きじゃない人すごい驚くと思うんですけれどもさつまいももダメなのってねうんで厳密に言うとあの甘いも改良された甘い甘いスイーツみたいなさつまいもはあんまり良くないね干し芋とかも甘いですよね、うん、私も前よく食べてたんですけどだけどまああのたまにはね食べたいなっていうのもあってあのこれはね境出金時っていう私の好きな あの第一宅配で私は買ってるんですけどもそんなにねこれはねあの甘くないんですねそこまであの今のすっごい改良されためちゃくちゃ甘みが強いのとはまたちょっと違う上質なんだけど美味しいんですけどそこまでね甘ったるいってほどの味じゃなくて上品なさつまいもなんですねなんでこれを使ってでさつまいも言ってねあの甘みあるので。 あの、私、お砂糖使わないので、お砂糖の代わりにもなる。みりんとかお砂糖の代わりにもなるので、これでね、ちょっと甘みを出そうと思って、さつまいもと、あと、メカジキもなんか合いそうだなと思って、こちらは太平洋のね、ふっくら美味しい、私が、あの、吟味した、あの、お魚なんですけどもね、私ね、あの、魚売ってるところに行ってね、これ美味しそうだなっていうの、得意なんですね。 これ美味しそうだなって私が目をつけたって買ってきたのはすごい美味しいんです。<laughs> なんか勘で、見た目と噛んで選んでるんですけども。そう。で、それで、あの、白菜とえ玉ねぎもあったのでね、やっぱ葉物野菜も取りたい。あと玉ねぎもなんかね、甘み出るし入れたら美味しいんじゃないかっていうので、で、あの、無添加の三河の白出汁だったかな、お砂糖入ってないのと、 あと酒醤油みりんっていう感じかなでえっ、ー、とあとねおろし生姜も入れてあの煮込みましたですごいねちょうどいいね辛すぎず、あのー、薄すぎずでちょうどいいお味になって普通の人が食べたらちょっと薄いってもしかしたら感じるかもしれないけど私も4毒抜きやっててすごいあの舌が敏感になってるのですっごい美味しかったちょうど良かったです 生姜もほのかにね、香ってすっごい美味しかった。もう最高最高最高っていう感じで、割れながらあっぱれな創作メニューでした。ぜひお試しあれ。はい。<laughs> 美味しかったです。すっごい最高。で、これはね、納豆にもすりごまとね、鈴、乙女納豆、あと、えっと、おネギって感じで、あと私のつけたぬか漬け。 こちらはね朝も紹介した、えー、お味噌汁っていう感じでえっ、ー、とさっきねいただいたんですけれどももう「最上級においしいの自分史上一番ときめき放つわ」<laughs> っていう感じで本当にあにごめんなさいね変なテンションで四読抜きをこんなに楽しくやってる人珍しいかもしれないですけども 本当に最高でございました。ありがとうございました。それではまた色々アップしたいと思います。ハ、は、イ、い、テンションのチューリップリンセスでした。またねー。